ダメだ、別の入り口を探そう。聞こえる？ああ、だが少し忙しい。 PK に動きがあったって知らせておこうと思って、あなたを探してる。それじゃ気をつけて。GRE のトンネルだ。フォーコンが話してたのはこっかもな。ワルツの痕跡はない。発電機があるはず。誰かさんがいるぜ。ヘイデン、なぜ連絡をよこさなかった？仲間だと思ってたのに。ワルツがルーカス殺しを命じた。さすがヘイデン刑事、捜査に熱心だな。だが信用に足りん。根拠は？ワルツがここにいる。お前ら中を調べてこい。ワルツがなぜルーカスを？PK の力を弱め、くさびを打ち込み混乱させる、そんなとこか。政治になど興味はない。お前はつく側を間違えた。もう話し合うことはない。アイトル、アイトル、本部に撤収。バザールに地下鉄の駅を奪われた。なんだ？おい、シャッターを開けろ。こいつの仕業だ。静かに。俺は警告した。電気が切れた。ヒューズボックスを探すぞ。どういうことだ？誰が切った？誰だと思う？ワルツだと言いたいのか？ああ、つまり手を組もうってことだよ。どの道逃げられん。
よし、ヒューズボックスを探せ。近くに設備室があるはずだ。ヘッパー、別の出口を調べろ。他は奥へ進め。迷路だな。だが悪人ってのはナメクジみたいに痕跡を残すもんだ。待ってるんだがな、エイデン。誰かここにいたな。コードを引き抜いたんだ。よほど身軽じゃないと渡れないぞ。くそ、誰かがドアをロックしたな。ジャック・マットの犬か、裁判まで黙ってろ。すぐ首を切り落としてやる。おめでたいな、そんな風に思ってるなんて。ルーカスの死は始まりに過ぎん。殺害を認めるんだな。捕らえろ。奴の死が何だと言うんだ。今の立場に満足だろう。新たな地位に、新たな挑戦、新たな可能性、むしろ感謝してほしいくらいだがね。いい演説だが、もう結構だ。手錠をかけろ。ようやく来てくれたか。黙れ。さあ、盗んだものを返してもらおう。鍵を返せ。出ないと全員死ぬ。くそ、ヘッパー、ぼさっとするな。うるせえ。
子供が大人みたいな口を聞く。お前は大人なんかじゃない、ただの小さな子供だ。GR-E機よ。これで終わりだ、ワルツ。今行くぞ。
たちに逆らうとは。あんまりか。お前には早すぎたな。お遊びは終わりだ。妹はどこだ。お前、息の根を止めたはずだが、今回はしくじらんぞ。お前は私のおもちゃだ。よし、殺す前にいいものを見せてやる。しっかりと目に焼き付けろ。全ては巡り巡って始まりに回帰する。そして今、お前は歴史の目撃者となるのだ。歴史だと？俺たちはたったの5歳だったなのに、あんた拷問しやがった。あれは大きな計画の一部。今生きているのも私のおかげだ。強く特別な人間にしてやった。いささか強くなりすぎたか。だがこの私には及ばん。言い残すことはないか。俺の妹に何をした。妹、宮に何をした。エイデン、生きてたか。逃げて。待ってくれ、鍵を。逃げて、低下してる。
教えて、あんたは誰？エイデンだ。あんたはなぜ助けてくれた？腕見せて。ほら、別に取って食ったりしないから。私もあんたと同じよ。あのサイコ野郎の実験体だった。ミア、ミアを知ってるか？ミア？いえ、誰それ？妹だ。一緒に GRE の施設にいた。探してる、うん、もし生きてるならシティで水のために体でも売ってるんじゃない？なんだと？せめてな。何言ってやる、この。落ち着いてよ。私はただ一般論を言っただけ。ミアを見つける。じゃあとにかくここを出よう。あのサイコが生きてたらヤバいし。待て！クソ、早いな。セントラルループへの入り口に来て。あそこは安全。エイデン、聞こえる？ひょっとしてトリップでもしてた？奴にされたことは夢で見ないか。いつもよ。だからあの野郎を殺したいの。殺したい奴リストナンバーワン。ワルツの実験を受けたって。いつだ？期間は？あの頃のことはあんまり覚えてない。でも運が良かった。私は数週間後には逃げ出せたから。あんたは記憶にない。褒め言葉だと思っとく。あの時の思い出なんてろくなもんじゃないし、生きてればみんな私を忘れたがるよ。あんたは逃げた。まあね。他の子供たちはどうなったんだ？それはいつか誰かが本に書いてくれるはず。おとぎ話じゃない本をね。ほとんどは死んだ。一人会ったけどね。彼は一生ナイフを持って眠るんだろうな。自分用のシェルターに改造した冷蔵庫の中で二度と外に出ずに。言っとくけど、セラピーグループとかはないから。殺したい奴のリストがあるのか？当然。この町はゴミクズで溢れてる。私はそれをきれいにするメイドってとこ。他には誰が？ワルツ以外？ブッチャー、ホーコン、それからとにかくたくさん。他にもぶん殴ってやりたい雑魚がいっぱい。で、誰に雇われてやってるんだ？決まってるでしょ。この国の最高裁よ。つまりこの私の権限ってこと。あんたは？ホーコンなんかと一緒に何をしてたの？信じないだろうが、あいつに命を救われた。最初バイオマーカーもなく感染してた俺をバザールの連中は殺そうとした。
私でもそうするわね。そこを助けられた。バイオマーカーもくれて。騙されてたなんて。あいつは誰が相手でも騙すよ。私も一度は信用した。へえ、聞きたいな。そのうちね。でも似たような話よ。あいつに騙されて人が死んだ。忘れた方がいい。それか私みたいに次にあいつと会うときは弓と大量の矢を用意しとくか。分かった。おしゃべり終わり。行こう。ふん、しきりやね。嫌いじゃない。こっち。エイデン、聞こえる？ああ、今行く。おっと、消えたかと思った。ワルツはこんな実験をコソコソやってたのか。あのクズ野郎。 GRE は気づかなかったのか。ある時点で気づいて追い出したんだって。気づくの遅すぎだけど。ホーコンもリストにあるのか。ルーカス殺しで。違う。あの青いボンクラどもは嫌いじゃないけど、ルーカスの死はどうでもいい。ならなぜ。長くなるから、その話はまた後で。とにかくホーコンは脳みそぶち抜かれて当然。それでも足りないくらい。くそ、いつも空いてたのに締め出された。最悪。ここは GRE の施設だろ。すごい、開いた。どこで手に入れたの？ディランに会ったの？知ってるのか。知ってるは言い過ぎ。逃げたいって相談されたの。マチとワルツから。怯えてた。何か見つけたのかもね。何を見つけた？さあ、私とフランクのつながりは知ってたけど、その後連絡がない。ディランにもらった。死ぬ前にワルツにやられた。クソ、結局捕まったんだ。それからラワンってやつを探せって言われた。知らないか。これも運命だったのかも。宇宙が私たちを強引に引き合わせた。え？私がラワン。ディランはフランクと連絡を取りたがってた。 PK の指揮官ルーカスがワルツの探し物を見つけたって。奴に渡らないよう外に逃げたがってた。 GRE キーか。持ってるぞ。多分ね。こんなもののせいでルーカスは死んだ。ディランも。気をつけて。次はあんたかも。重要なものよ。ワルツにとってはかなりね。なくさないで。危ない。どうなってる。嘘でしょ。ワルツが発電機のスイッチを入れた。ワルツが？どうして。知るわけない。イカレ野郎の考えなんて。さあ、また消える前に急ぐよ。ご不便をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。列車とホームの間には十分ご注意ください。わざわざどうも。急いで。ここを進めばセントラルループよ。